チャオ、あっちゃんです。今日、4月の11日、あっちゃんちの晩ご飯。今日何を作ろうかなと思う。まあ、豚肉買ってあるからね、豚肉をね、ちょっとさっとあっさり炒めようかなと思ってんだけどね。うん、今日ね、昨日は量の入学式で、今日は光の入学式やってんけどね。昨日もね、前倒しで光の入学式やったね、今日は普通に作りたいと思います。はい。普通にというか、リクエストを聞いたら豚肉で何か作ってって言われて、うん、で、あんまりね、あっちゃんはちょっと今日はなんかこう胃が膨満感っていうのかやねんけども、うん、で子供もそんなにお腹減ってないっていうし、うん、まあお菓子も食べたからねで、まあ豚肉で、ちょっとあっさり系、おろしポン酢でなんかしようかな、うん、と思います。はい、では炒めていきましょう。ね、ちょっとね、準備をしないといけない。味噌汁を作ろう。と、豚肉を炒めるので。まあ、並行していきましょう。豚の細切れ。豚の細切れを炒めます。よいしょ。豚の細切れを入れて、火にかけましょう。油を引かずにいきます。で、玉ねぎと人参とキャベツ、ちょっと炒めておきます。で、大根を結構入れておきましょう。
その前に、で、わかめ。あれ、わかめ持ってる、どっか置いた。味付けポン酢、ちょっと冷めておきます。味付け、うん、バッチリ。はい、できました。おろし、豚炒め、ちょっとスパイシー、こんな感じたらね、完成です。はい、豚肉の、おろしポン酢や炒めと、サラダと、わかめと、あれ、スルメのお味噌汁で食べたいと思います。では、いただきます。まあ、ドレッシングかけてないよ。玉ねぎ酢と塩コショウだけ。どう？豚肉。うん。おいしい。うん。
嬉しいらしい。うん、おろしが変わったとこ、おどし、うん、大根おどし、おどし、おどし、おいしい、さっぱりしよう、うん、あのね、大根おろしと豚肉の香ばしさでさっぱりするから、ちょっとあんまり食欲なかったんやけど、一口食べたら食べられる、おいしいね。触ったら分かるやん、触ったらもう、うん、増えたのしまんとかで分かんじゃん、うん、リボスティ今入れてたもん、あれで、ほうじ茶で、うん、うん、ほうじ茶これ、うん、もうリボスティで終わりや、昔は好きでリボスティ嫌い、わかんない、なんか薬品ね、薬品って、まあ、癖はあるけど、わんねえ、癖が強い、うん、スルメだし出て美味しいな、デコボコ三角が丸四角、大根おろしのおろしポン酢豚丼みたいなやつ、おいしいなこれ、うん、うん、さっぱりしてんな、肉消滅でした、肉消滅でした、いやでも食べやちゃうんだ、大根は食べてるから、こういう事件が起こったから、そうそう、夜遅まで行ったかんとか言われてんねん、した時の音ってそんな小さいの分かりにくい、かな、うん、一瞬待つ時間はなかったと思うんだけど、
怖いな。じゃあさ、アバンサイコは怖い。うん。しないっていうことです。ちょっとだけ、タレかけ、タレちゃうわ。ドレッシングかけ。か、食べや、サラダも。和食くらい泣いて言うとったけど、ありがとう。うん、わあ、さっきに集計止めたりやった話ね。うん、スルメ。出血よりも呼吸の方が大事だね。意味ある。モザイクは雑。YouTuber より雑や。雑や。味噌汁残ってね、うん、美味しいで、あのスルメの味噌汁、スルメって、うん、わかめの味噌汁やん、スルメ入ってんね、ほんのりスルメ味噌やろ、のおろしポン酢焼き、美味しかったこれ、うん、まだしよう、さっぱり食べられるし、ちょっとね、あの食欲ない時でもバッチリで、夏場なんかね、ちょっと夏バテ気味かなって思う時なんかにもいいんちゃうかな、これにニラ入れたりとかしてもいいと思うし、うん、まあ、ポン酢って合うねんね、うん、あの冷しゃぶなんかでもいいけど、こう温野菜の温しゃぶサラダみたいにするの、うん、炒めじゃなしに、茹でてそこにかけて温しゃぶサラダにしても美味しいかも。はい、ってことでちょっとお腹いっぱいは、うん、ってことで今日のあっちゃんちの晩ご飯、美味しかったです、ごちそうさまでした。今日のあっちゃんの晩ご飯、おろし豚野菜炒めおろしポン酢豚野菜炒め、なんでもいいやもん、うん、よかったよと思ってくれたら高評価を、でまた、ね、応援コメントがあったら嬉しいな、でチャンネル登録してみてくれたらめっちゃ嬉しいんで、よろしくお願いします。またね、バイバイ。